中は入ってない皆さんこんにちは、ありがとう。僕たち三輪シネマと申します。トップバッター三輪シネマ務めさせていただきます。思いっきり盛り上げていきたいと思いますので、皆さん盛り上げていきましょう。それでは1曲目聴いてください、マジッククラップ。一緒に歌いましょう。 Give me a clap, come on! Give me, give me, give me a clap! 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 Come on! Hey! 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 今から写真もいっぱい撮っちゃってください。人が集まってきて賑やかになってきましたけれども、魅惑シネマがトップバッター務めさせていただきます。そして魅惑シネマ、お前ら一体誰なんだっていうね顔をしてる人もいると思いますけれども、魅惑シネマ知ってる人いますか？あ、ありがとうございます。ありがとうございます。結構知ってくれてる方が、ね、いらっしゃいますけれども、あれ知らない？知ってる？知らないなみたいなね、知らない方もいらっしゃると思うのでね、せっかくなので魅惑シネマ、そして僕たちの個人名もね最初に覚えていただきたいなと思いまして、自己紹介からさせてもらいます。ありがとう。まずは私、魅惑シネマのボーカル、ロックスターのジュリーです。
い、そして元保育士のゆるキャラ系男子みのるんでーす。ゆるい。この対照的な感じがね、いいんですけれどもね、僕たちはね、さっきも言いましたけれども、魅惑的エンタメ系ロックバンドということでね、今日も見て楽しい、聞いて楽しい、そして皆さんと一緒にね、参加して楽しめるエンタメ型のライブをね、行っていきますので、最後まで一緒に盛り上がっていきたいなと思いますけれどもね、今日はアースデーということでね、先ほど、ね、司会の方から、本日のイベントの概要をね、あのお話ありましたけれども、ね、地球にいいことをね、しようというか、まあ、今日ねきっかけに何か考えられたらなと、ね、そんなイベントとなっているんですけれども、ちなみにね、僕地球のことをね、まあ、環境というかそういうことを日頃気をつけてることといえば、僕飲食店で、ね、働いてるんですけども、あ、ロックスターとか言ってね、あ、ごめんなさい。ちょっといきなり夢を壊すかのこと言ってますけども、普段はね、まあちょっとね、まあ、お金とかいろいろあるのでね、飲食店で働いてるんですけれども、そこでね、やっぱり廃棄ロスとかね、そういうことを少なくするようにね、お客様にね、美味しい料理を提供したりとか、あ、音楽全然関係ねえな。ロックスターじゃないんですけれども、そういったこととかをね、気をつけたりして、まあ、フードロスとかそういうのをね、かなり気をつけて普段心がけております。ミノルは結構なんかあります？いや、僕はですね、正直、あまり気をつけることができておりません。なんだって。なのでちょっと今日学ばせてもらいたいなと思って、皆さん、チラシがね、あちらに置いてあったりとかもしますし、このアースデイきっかけに僕と一緒にアースデイ、地球のことをね、もっとよく知りませんか。お、いいですね。という感じで、一緒に学んでいきましょう。素晴らしい。で、今日きっかけに皆さんもね、あちらでなんか体感型、体感できるゲームのイベントとかもあったりして、楽しんでね、SDGs、 地球のことをね、考えたりするきっかけになるイベントだと思いますので、もちろん僕たちのね、この音楽も楽しんでね、美味しい食べ物もございます。今日のアースデー、一日楽しんでいきましょう。それではね、次の曲いきたいと思うんですけれども、魅惑シネマのね、振り付きの楽曲がありまして、ちなみに魅惑シネマポーズっていうのがあるんですけど、皆さん知ってますか？知ってる人？あ、素晴らしい、ありがとうございます。知らない人もね、僕と同じポーズしてほしいんですけど、あ、ありがとうございます。初めての方もね、やってくださっておりますけれども、ありがとうございます。これね、数字の3を表してて、数字の3でこれ の中指から順番に指を折っていって、3、2、1で、0になった時、拳を前に突き出して、これが5になるんですけど、で、また魅惑シネマポーズに戻って、で、ロックンロールっていう一連の流れになってます。まず簡単にやると、3、2、1、5、ロックンロール。お、ありがとうございます。結構初めての方、あ、めちゃくちゃうまかったです、帽子の方、ありがとうございます。ありがとうございますね、そんな感じで今からやる曲、この3、2、1、5のロックンロールがね、めちゃくちゃ振りで出てくるので、皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思います。それではノリノリでいきましょう。ファンイライフ。女死んじゃってデヘペロになっちゃったごめんなさい。ニコッと笑った君を誰も嫌いになんかなれないよ。嫌な人も確かにいるけれど、きっとその人は余裕ないけど、君は大人の余裕でうまくやり過ごせ。終わらせ残り時間を何して楽しもう。ごくと唾を飲み込む、うまい食べ物に溢れた僕ら、世間体を気にさえしなければ、もっと
私がねミノルンと言って相方がジュリーですけどもね、あのですね私、3年ぐらい前にですね、この近くに引っ越してまいりました。ちなみに皆さんどうなんでしょう、そうですね、愛知県内に住んでるよっていう方、ありがとうございます。愛知県内多いですね。じゃあ、この辺に住んでるよって方ちょっとざっくりです。ありがとうございます、嬉しいね。ちなみに、この辺名古屋市に住んでるよって方、ね、もう多いですね。岐阜の人、岐阜県の人、岐阜県ありがとうございます。三重県の人、三重県いないですね。ちなみに妻は三重県出身なんですけども、まあですね、僕はね名古屋市の生まれ育ちで、2年半3年近く前にですね引っ越してきたんですけども、本当にねこの辺りは、ここちなみにですね引っ越してきたのがここから13分ぐらいなんですけど、平和町の吉津屋って分かりますかね、浜寿司があるところ、あの辺にですねギター教室ごと引っ越してきたんですけども、そう、ちなみにお仕事はねギターの先生やってて、ミノルンギタースクールってよかったら調べてください。無料でギター習えるので、それは置いといてですねそうそう、そう、無料でっていうのはですね、スマホでですね簡単に無料でちょっとねお試しでできたりするので、はい、そういうコースもあるのでよかったら調べて、名刺とかもねあそこにありますけども、はい、私からも直接お渡しできますけど、それは置いといてですね、何が言いたいかというとですね、今からやる曲がですね未来のイメージっていうちょっと新曲をやりたいんですけどもありがとうございます。ただ、ミヤクシネマにとっては新曲になるのでちょっとねまだ荒っぽい感じになります。ただ作詞作曲はですね10年前に私が作った、ちょっと僕にとっては恥ずかしい感じもする青臭い曲なんですよ。で、この未来のイメージで何を言ってるかっていうと、未来をイメージしたらね、どんなにそれがね遠いようなことだったとしても近づいていけるし、今がどんなひどい風でやっても未来のイメージ作っていけるよねっていう曲になってます。なのでね、このアースデーもすごくね全世界でそして長くね活動されてて、未来のイメージを描いてね作ってね、ずっと続いていってると思うんですけども、僕も未来のイメージを描いて一個一個夢を叶えたり、より良いね自分になれたらって思ってます。で、皆さんもですねぜひね未来のイメージを思い浮かべてですね、ぜひいろんな夢を叶えていきましょう以上ですはい、そんなねミノルンから紹介ありましたけれども、次ね魅惑シネマのねとして、初披露の新曲をやらせていただきたいと思いますね。かなりこう熱い思いでね、僕も歌いたいと思いますので、皆さんの心に届くように歌います。聴いてください、未来のイメージ。してんだよ、これからまたやり直せばいい。
るんだ。本当になりたい理想の姿や未来をどんな風に隠れているなら、強い決意と覚悟があれば、時は戻ってこないし、死ぬかもわからねえだから、今というこの時を全力で生きろよ。ありがとう。少ない、必ずぶつかる悩みや問題に、休んでもいいよ、だけど見つけていて、未来のイメージを忘れないで。新曲で未来のイメージでした。ありがとうございます。いや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 、本当になんか今日はね、初披露、まあ、ミワクシネマとして初披露の新曲でしたけれどもね、皆さんのね温かい手拍子のおかげでね、めちゃくちゃ僕たちも楽しく演奏させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、もうミワクシネマもね、次の曲で最後なんですけれども、今日ね、あの初めましての方もたくさんいらっしゃると思います。そんな方たちのねためにというか、本日チラシそして名刺サイズのね、のものを持ってきました。後でまたちょっとね直接あの手渡しさせていただいたり、あちらにあったりしますので、気になった方はねぜひ、手に取っていただけたらと思うんですけれども、あのミワクシネマね、今年ちょっとね挑戦実はしてまして、一つ大きな挑戦してまして、それはですね、インスタのフォロワー数を1500人目指してます。まあ、1500人っていうとね、ちょっとあんまりこうイメージつかないかもしれないんですけれども、今ね、ミワクシネマのフォロワー数がね592人ということでね、まだまだね、あと3分の2ぐらいちょっと足りてないんですけれども、ちなみにインスタやってる方っていらっしゃいますか？みんなやってますよね。あ、みんなだけね、ちょっと恥ずかしくてこんな感じで手上げちゃってる人もいますけれどもね、ぜひぜひねインスタフォローしていただけると、僕たち定期的に、僕が月曜日でミノルンがね木曜日にインスタライブをやったりとか、ライブ終わった後今日もね、家帰って2人でねインスタライブやったりとか、毎日ね動画とか写真とかアップしたり、インスタにかなりね力入れておりますので、まあ、今日ね出会ってちょっといわくシネマ気になったのはいいなと思って、またなかなかリアルで会えないじゃないですか、頻繁に。でそういった SNS とかでこれからも皆さんと一緒にね、つながれたらなと思っておりますので、よかったらね、SNS いろいろやってるんですけども、特にインスタのフォロー、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。グッ。
ってやってくれたけど、そこの男性ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。で、他にもね、今日グッズたくさん持ってきてますので、あの CD とかね、僕ノルンが着てる T シャツとかもね販売しております。気になった方はぜひね直接声かけていただけるとサインとかもさせていただきますので、よろしくお願いします。それでは次に最後の曲なんですけれども、ね、次の最後の曲はね、魅惑シネマの代表曲となっております。今日ね初めて出会った方もいらっしゃると思います。これからね、あのもっともっと皆さんと一緒に楽しい未来をね築いていきたい、皆さんとよりねあの楽しくつながりを持っていきたいなという思いを込めて最後に歌いたいと思いますので、聴いてください。アワーストーリー。それではまた手拍子お願いします。今年も来年もまたどうぞよろしく。楽しい時一緒に過ごそう。どうぞどうぞ。これからも。 OK、 それではさっきより
願いします。本日合わせて最後まで楽しんでいきましょう。はい、ミラクシネマのお二人でした。